こんにちは、インディーズの拓也です。昨日はですね、風がちょっと吹いてて海荒れてたってほどではないですけど、ちょっと風波はあったんですが、透明度が非常に良くてですね、これでもう凪だったら最高だね、明日は南風だからもしかしたら、穏やかで透明度のいい海が待ってるかもしれないと思ってて、今日は予報通り南風が吹きまして、気温も少し暖かく、昨日の透明度で凪100点満点の海だと思って、行きの車からも今日は最高ですよ今日は最高ですよって言ってたら、穏やかなんですけど透明度がちょっと悪くなりましたね。まあなかなかうまくいかないなというお話です。今日はですね、スキルの話をちょっとしようと思うんですけど、呼吸についてですね、呼吸についてのお話をさせていただきます。まずよく、よく言う、よく聞く、トラブルとしてマスクの中に水が入るんですよねって、いろんな要因あります。マスクが合ってないとか、何かが挟まっちゃってるとかっていうようなこともあるんですけど、多い例としては鼻呼吸があって、鼻呼吸があるとどうなるかっていうと、マスクが陽圧になる。それによってマスクが上に浮き上がっちゃったりして、水が入りやすく、ずれて水が入りやすくなるとかね。鼻呼吸があるとマスクも曇りやすくなりますし、鼻呼吸はできるだけ抑えていきたいなというところですよね。口呼吸を意識する方法、鼻呼吸と口呼吸の切り替えをする方法って、やっぱり講習とか、そのゲストに向けてもいろんな案内をして、どういうのが一番いいかなっていうふうに思ってたんですけど、全部が全部これで解決できるわけではなかったりとか、その人に合ったトレーニング法っていうのは必ずあるんですが、結構いいやつ思い浮かびました。それはですね、スーって言う、これだけなんですけど、スーって鼻呼吸だと言えないんですよね。口からでしかスーは言えないんですよね。吐くときもスーって言う、吸うときもスーって音出すようなイメージで呼吸をすると、かなり口呼吸を中心に呼吸することができるような気がしてですね、もうちょっとこのストーリーのある指導は海でしたいと思うんですけど、スーって言ってみてください。で、マスククリアの時なんか、鼻から出しますよっていう時には、うーんって言ってみてくださいっていう風な案内をするんですけど、口呼吸の時にはスーって言ってみる。いろんなメリットがあってですね、まず口呼吸がしっかり意識できると、そのマスクのトラブルが軽減されるっていうことが一つですよね。あとはスーっていうことによって、呼吸の量が少し、この口の中が狭くなるイメージになるので、呼吸の量が抑えられてエアの消費にもつながる。あともう一つは、結構レギュレーターを加えている状態、呼吸の量 の話についてもそうなんですけど、レギュレーターを加えた状態って、こう物理的に顎が開いてベロも下がって、吐いた吸った呼吸が直接気道に当たるようなイメージ、口の中が広い状態で、はぁーって吸ってるんですね。はぁーって言って吐いてると思うんですね。なので、喉の渇きにもつながってきます。スーにすると口の中が狭くなるので、ベロとかこの湿った部分を通って肺の中に空気が入ってくるので、喉の渇きも抑えられる。スーっていうだけで結構いろんなメリットがあるなと思いましてですね、共有させていただきたい。じゃあまとめていきますよ。スーっていうとどうなるかっていうと、口呼吸、鼻呼吸がかなり抑えられます。そしてスーっていうと、口の中が狭くなってエアの消費が抑えられます。そして喉の渇きも抑えられます。スーだけです。ちょっとやってみてください。スーって吐いて、スーって出すように吸う。最初にも言ったように、その人に合った、呼吸のトレーニング方法っていうのは必ずあるので、誰しもこれをやったら全部解決バッチリですっていう話ではないんですけど、これ一つでとっても簡単、何を変えるわけでも機材を変えるわけでもなく、スーっていうだけで、もしかしたら劇的にダイビングの呼吸っていう部分でのダイビングのいろんな、要素がですね、良くなるかもしれないということで、
次回のダイビングぜひ吸う言ってみてください。あまり吸って音を出しすぎるとちょっとあの水中で聞こえますからね。あ、吸って言ってるなって思われちゃうので注意が必要ですが、っていう呼吸法ぜひやってみてください。というわけでまた。